ダッシュで行こうぜ。どうも、竹田でございます。刻んでいこうぜ。俺の初夢は芸人の渡部とゴジラの尻尾を作る夢でした。道場テープでゴジラの尻尾を。はい、ということで本日の動画なんですけれども、新年明けましておめでとうございますということで、はい、いや見て、これ見えるかな。寒いで、寒いのよみんな今めちゃくちゃ。いや寒いね。ゆうしさんもいろいろSNS も言ってますけど、はい、まあ、たるんでると今体が。いや触っちゃったよ、うん、正月休み、うん、非常にね、僕もちょっとたるんでるんですけども、はい、まあ、ちょっとそこに今回尻を叩こうということで、今日からやらせていただきます。432やってきます。俺のよしきさんが絶妙にできそうなところ、まあ、ちょっとよしきさん的にはかなりスピードは出るとは思うんですけど、まあそこはちょっと無理はせず、はい、クリスマスからやってないんで大丈夫ですかね。ピリッとね、こうキレを戻すっていう、本当はねジョグから立て直したいなって思ってたんですけど、まあ明日ジョグしっかり入れるとして、今日は周平のピリッとした動きについていきます。ありがとうございます。まあ一応432なんですけど、まあ、できたら2セット、はい、できたら、できてなかったらここカットされてます。で一応設定タイムが60、43、28。いやめっちゃ速いっす。めっちゃ速いな。めっちゃ速いっす。でさ、俺いけるか。4… まあ、吉川も何もしないし、僕も昨日ね200いっぱい走ったの。いやちゃんとやっとるやないか。昨日はねただの真面目に練習新年動画です。あ、わかりました、頑張ります。じゃあそれではよろしくお願いします。はい、ではやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。教えてもらったことはちゃんとやるスタイル。あ、そうだよ。キララ君のドリルも、ミキちゃんのこれ股関節のやつも全部やってます。なんか草野さんとかチームの根岸さんという十分読んで走る人がいるんですけど、みんなアップ G 縄跳びやってて、でこれってもちろん体温めるっていう意味はあるんですけど、皆さんどっちかといったらこの設置の練習やってて普通に疲れるんで、そこをちゃんと効率よくジャンプさせるっていうのが目的らしくて、これ、ね、実は皆さんマイプロテインなんです。こういうマークよくあるんだけど、マイプロテイン、ちょっと買ってみて使ってみたんですけど、いいです。もしよかったら、なんか頑丈そうだからさ、ここもネジで止めるんだよ。手でもいける。めっちゃ硬くしたい人は多分ドライバーでもさらに固められるし、ここでピッ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 ってできるんで、これマイプロテインおすすめなんで、ぜひ皆さん買ってください。概要欄にリンク貼ってます。商売上手。君、はい、動けば動くことはできる気がしてる。逆なんだ、いつもだったら逆なんだよ。よしやるかと思ってこう動いて、今日はいけそうだなみたいな、そういうのがね、やっぱ練習の普段の流れね。その練習のイメージに合わせたこうアップをしていくわけじゃん。まあ、400やったらこういう入り方、3秒やったらこんぐらいかな、イメージこうやっていくんですけど、一つもねイメージに合わない。どこも一致しない。ここに関しては年明け初めて意見が一致しない。なんかよしきさんの顔色がなんか悪いんですけど。体がなんかふわふわ宙に浮く。画面で見たらなんかよしさんなんか存在がなんかぼやけてるんですけど。なんかそんな感じする。いやいやいや、それ編集でどうにかなると思ってるんだよ。なんかね、普通に実際見ても顔色悪いんだよ。地面を蹴りたいのに、なんか浮いてくんだよね。妖精がいる。夢見てる気分だよ、ほんとに。岩木の妖精です。マジでやばい。これ設定守れなかったらペナルティあるんで、一応儲けたけどね。まあ、YouTuber 的に腕立て20回、背筋20回、腹筋20回をやるんですけど、ちょ1回やってみていいですか皆さん、これ1回やらせてください。じゃ今アップして夜通しは無理ですけど、1回やってみます。チャレンジします。それは1セット無理やったら調子乗って儲けちゃいましたけど、1回やってみます。もう行ったからには、それに合わせてもう1回アップやっていきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。みんな今までありがとう。
離れてなかった？まあ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 。ちょっとついてた？大丈夫大丈夫。上で腹筋背筋なしで大丈夫？まあ後ろスタートだったからいいんじゃないですか。まあ60秒ギリセーフにして、ギリセーフぐらいで、ちなみにシンプルに全力ベストは一応300億。ちょっと俺人生初めてさ、スタート走って釣りそう、俺一回もスタートないんだよ。あげて、まあ地獄だよこれは。はい、もっと深くやってー。はい、飛行機。いや、もちろん体力的なところでもいけてないけど、うん、ちょっと釣っちゃって、でも人生初めて本当にあの走って釣ったのがこんなに怖いんだよこれ。ゲロの味する。30秒なら山形出身なので腹筋の中で練習とかしてたんですよ。こういう4-3-2とか3-2-1の練習してると選手がよく釣ってて、こいつらザケーなと思いながら見てたんですけど、26歳にしてようやく分かりました。寒いとするんだ。本体履いた方がいいっすね。あー、やっぱそういうのもあるか。ほんとこれ偶然です。プロフィッツのロンタン入ってくれてます。僕もね、これマジでほんと偶然だよ、ね、練習の時はもうつけるようにしてるからあれやけど、せっかく案件じゃなかったのに案件動画っぽくなって。違う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 。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで皆さん申し訳ございませんでした。20頭いけなかったです。こういう、まあ質の高い練習じゃ高い練習だったんでね、あの正月、まあ食って寝て、あの楽しい番組いっぱい見てっていう生活からいきなりやる練習ではなかった。できるできないももちろん大事なことだったんですけど、はい、まあ今日はちょっと僕と屋敷の尻を叩くっていう、あ、まあそう、はい、回だったので、十分痛い目見たんで、もうこれで勘弁してください。でも本当に、うん、人生で初めて釣ったの。本当に釣りは初めてだね。人生で初めて釣った。やっぱ寒いのって大変なんですね。やっぱ本当にさっきプクも言ってくれたけど、本体ヒントと七時分との違いとか。しかも俺この下にもあの入ってんだよこれ。ああ、なるほど。長めのやつ。そこはまあ僕の防寒対策不足っていうのもありますし、純粋寒い。まあ寒いさもあります。まあまあできなかったということで許してほしいということです。まあこれからね、また本格的に練習始まっていくんで、まあ皆さんそこの様子も見ていただいて、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。 OK です。